まあ、向きとしてはこっちが向きなんだよな。で、この薬をピルつけて、薬つけてて、これは、これをガイドあげなきゃいけない。大きな犬です。これは大きな犬です。じゃあね、5分後にテストするから、これ見て覚えて、ここに後で書いてもらうから。まず暗記してみろ、それ自分で読んでみるから。よーく、どういう関係なのか覚えてくる。両方同じ本、両方同じところに隠したんやな。どれ？もうくだらんから、どういうの。あんまり興味ない。もう切れにかかったの？
ってどういう意味？ん？イティーズって。それは、あ、ごめん、まだ教えてない。それは。それは。だからそれは何なんで、だからそれは、言ってもらったら、That is a black car。あんただけど、イティーズって読めただけ素晴らしい。だからあんたの R ね、ちょっとこれ、V に見えるからさ。助けろ。R っていうのは、下からまで書いて、途中から上がるの。だからこう、これは、V はこうだ。あんたこれ R とも V とも書く。だから一回下へ下げて上へ戻れた。あ、下へ下げて上へ戻らない。